まりあです。今回なんですけれども、慶応 SSC の情報入試のための過去問の学習方法についてお伝えをしていきたいと思います。あらゆる試験の対策において、その試験で過去に出題された問題を解くということは基本とされています。これは慶応 SSC の情報入試でも全く同じです。しかし残念ながら慶応 SSC の情報の過去問には2021年時点で6年12回分しか存在しません。そのため他の情報関連の試験問題をうまく活用するということが必要になります。これからお話しする内容では慶応 SSC の情報入試対策として利用ができる試験問題とその利用方法を優先の順にご紹介いたします。まず優先度が一番高いものといたしましては慶応 SSC の情報の入試問題、こちら過去問のことですね。こちらは、当然のことですけれども慶応 SSC の情報の入試の過去問が一番重要というふうなところで、ただ12回分しかないというふうなところで一気に12回分全部を解いてしまうのではなく、学習のステップの節目ごとに解いていただくということでペースメーカー的に過去問を利用するということをお勧めしています。具体的には今までお伝えしてきた動画のステップ2のところで基本情報の午前問題で60問以上を取れるようになった時点で最も簡単だった2016年度と最新の2021年度の過去問の計4回分というものをそれぞれ2時間の制限時間ありで解いてみましょう。この時点で情報に関する基礎力というものは一通り身についているはずですので、自分の現時点での実力と SFC の合格レベルとの差を実感することができまして、今後の勉強の指針というものが立てられるはずです。その後にはステップ3のアルゴリズム対策も一通り終わった後、また基本情報午後問題の問い8というものを20問解いた後、またステップ4の情報法の繰り返し学習が終わった時点など、学習の節目となるタイミングで模試代わりとしてまだ自分が解いたことのない過去問を2回分ずつ時間制限ありで解くと良いでしょう。自分の実力をアップしつつ弱点を見つけて対策につなげるということができると思います。続きまして重視すべきなのが基本情報の過去問です。午前問題についてはステップ2およびステップ4で利用します。それぞれステップの目標を達成すればそれ以降は繰り返し解く必要というものはあまりないというふうに考えています。一方午後問題はステップ2とステップ3で利用します。これらについては午前問題と違い、ぜひ SSC の受験直前まで継続して取り組まれてください。SSC 情報の問題に対応できる応用力というものを醸成する中で現時点でも最も適した教材だといえます。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。ご相談、10日間無料体験、10日間無料添削は概要欄から LINE 公式アカウントにご登録いただければ幸いです。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いいたします。